こんにちはナビゲーターの佐藤美希です暑い日が続きますが夏バテはしていませんか私は少し食欲が落ちていますでもそんな暑さもあと少し元気に乗り切りたいですよね8月後半以降も最高気温が30度を超え残暑は続いていますが食欲不振や疲れが取れないなどだるさを感じていませんか とということで今回の「浜ナビは残暑で疲れがたまりやすいこの時期に心も体も癒されるスポットや元気が出る横浜レシピをご紹介しますでは早速いってみましょう横浜市公式クックパッド注目のレシピでひんやりおいしいスイーツ作りに挑戦飲む天敵と呼ばれる栄養満点食材を使った話題のまる食パンとは 体を無理なく動かし、て、食欲をを取り戻す厳選グルメを堪能。浜びを見て夏に勝つ。横浜市と JICA との連携で毎年開催している研修事業、日アフリカビジネスウーマン交流プログラムの一環として、アフリカ4カ国のビジネスウーマンと政府職員が横浜を訪問し、渡辺副市長と面会しました。 市内の女性活躍・企業支援の施策の紹介や、女性起業家との意見交換などの交流を行いました。全国各地で開催されるワールドカップバレーボール2019が、9月14日土曜日に横浜アリーナで開幕します。世界5大陸からトップチームが集結する今大会の開催に合わせ、日の鳥日本の中田監督と岩坂キャプテンが小林副市長を訪問。大会への意気込みを熱く語りました。 浜ナビ、今回は残暑が厳しい今の時期におすすめの癒しスポット元気グルメをナビゲートまず佐藤さんがやってきたのは、戸塚区役所あ、栄養相談室、こちらですかねあ、キッチンがありますよこんにちはこんにちはリポーターの佐藤と申しますよろしくお願いします今日はよろしくお願いいたします こちらの方は、横浜市戸塚区福祉保健課の管理栄養士、アナイさん。区内のヘルスメイト育成などを行っています。本日は、横浜市の公式クックパッドから、戸塚区ヘルスメイトがおすすめする。今の時期にぴったりな水羊羹をご紹介します。クッキングスタート。材料はこちら、砂糖を二百グラム、防寒点を一本。あまり聞き慣れない麦粉が塩百グラムです。 どのような水溶感なのでしょうか。水溶感って普通あのあずあんこを使うと思うんですけど、今回はこちら無機コガシです、えー。大麦から作られてるんですけれども、はい、食物繊維や、えー、鉄分などが多いので、女性には特に夏は、うん、喜ばしい予想かなって思います。<laughs> ぜひこの辺りでちょっと栄養的にいい水溶感スイーツをって。 だから思います麦粉出しを使うんですね。はい、では早速教えてください。はいはい、ではまず、はい、この麦粉菓子とお砂糖をよく混ぜます。はい、これ100グラムです。ダマにならないようにここでよく混ぜ合わせます。香ばしい香りが混ぜてい間に。そうですね。香りがね。も <laughs>。あもうでもよく混ざってますね。 じゃあ麦粉菓子とお砂糖を混ぜ合わされました、はい、ここで水につけ柔らかくした防寒天を細かくちぎり 600cc の水で煮込みます防寒天の形がなくなったら1 0 0ムの砂糖を入れてよく溶かしますさあお砂糖も溶けましたねそうですね、はい、じゃあこちらの方に 入れてくださいこれはもう一気に入れちゃっていいですかはいざっ,、はい、ざっと入れてください割とここは手際が求められる感じですねいい香り <laughs> ほんのり甘い香りがしますうん、うん、生にならないようよくかき混ぜて型に流し込み冷蔵庫でおよそ30分冷やし固めれば 麦焦がしの水ようの完成です。さあ、麦焦がしの水よう完成しました。いや、涼しげで。いいですね。やっぱりね、みずみずしさがありますね。うん。美味しい。ありがとうございます。なめらか、このひんやり感もいいですね。 とっても優しい甘さでちょっと懐かしい感じがしますねこれは本当に夏にはぴったりですしです、ね、お子さんからご、うん、年配の方までね、うん、食べられますしね費用、ね、も高いのでぜひ作っていただきたいなと思います,そうです、ね、ありがとうございましたありがとうございました今回のレシピは横浜市の公式クックパッドに掲載中 気になる方はチェックしてみてくださいね冷たいスイーツもいいですが食欲の落ちてしまう時期だからこそ栄養価の高いものを食べたいですよねというわけでやってきたのは南区の具名ジ商店街にある愛和パン意外な食材を使ったパンが大人気なんですいやー 香りですね。美味しそうなパンがたくさんありますよ。こんにちは。こんにちは。いらっしゃいませ。あそしてこのカレーの香り、なんかこう食欲が戻ってきますね。この香りって。はい。ありがとうございます。しかも一種類じゃないんですね。そうですね。今は夏なので、あの元気が出るようにということで、はい、あの四種類のカレーパンを用意しました。このお店一押しはカレーパンなんですか、はい。そうですね。こちらの焼きカレーパン。 ですね、こちらは2017年のパン・オブ・ザ・イヤーという賞金賞を受賞しましたそれってこう全国のそうですね全国区ですね、はい、コンテストみたいなはいそうなんですね、はい、ということで人気ナンバーワン商品焼きカレーパンを試食させていただきます日本一のカレーパンいただきますうん おいしいすごい中に美味しい詰まってますね。あのパキスタンカレーというのがありまして、そちらをベースに日本人好みにアレンジしたカレーとなってます。うーんもうお肉もホロホロで濃い。日本一のカレーパンをはじめ、毎日40種類以上の素材にこだわったパンを販売しているそうですが、この意外な食材を使っているっていうのはこの、はい。 焼きカレーパンなんですか。えっとですね、甘麹食パンというのがありまして、こちらがですね、あのもしよろしければご試食ありますのでお試しください。うん、どうぞ。食パンですよね。いただきます。あ、もちもちっとすごく優しい甘さですね。はい、甘麹っていうのは、はい、実はこちらは。 自家製の甘酒をですね、うん、砂糖の代わりに入れてます。甘酒は飲む天敵とまで言われるぐらい体に健康でですね、非常にその栄養価の高い食材ですので、そちらを入れることによって、まあ体もですね、あの健やかにあのー、過ごせるんじゃないかなと思いまして入れました。えー、甘酒も、はい、こちらで作られているんですか？はい、無農薬のお米と無農薬の麹を使って自家製で炊いております。うん栄養も満点で体にも。 いいってことなんですね。はい、そうです。出来立ての自家製甘酒を試飲させてもらえることに。わあ、ね、あ、すごい、もう滑らかになってる。あ、でもちゃんと、こう、お米のね、粒も残ってる状態。うん。あ。すごい、甘い。はい。こんなに甘くなるんですか。はい。これも普通のただの原料、お米と水だけなので。 これだからパンに混ぜてもあんなにこうふわっと優しい甘みが香るんですね手間暇をかけ作られた自家製甘酒を砂糖の代わりに小麦などと混ぜ合わせパン生地を作りじっくり発酵させてから釜で焼き上げ 甘麹食パンが完成します。これが甘麹食パンなんですね。はい、はい、そうです。出来上がった。はい、で、実はこちらの原型になる食パンがありまして、はい、こちらの甘酒食パンです。砂糖を取って、甘酒に変えて、油も抜いてっていうのがこの実は食パンなんですね。すごいシンプルな食パン、ね。そうですね。はい。ただ、こちらは非常にもっちりしているので、<っ>あの普通の食パンとはちょっと、若干食感が違うというか。 それでやはりまあスタンダードな皆さんがあの慣れたしめるようなあの食感の食パンを作りたいと思いましてこちらの甘酒食パンに当店で使用しているココナッツオイルを混ぜて作ったのがこちらの甘麹食パンにななりますなるほど本当に素材にもこだわりがあって、はい、手間もかかってるんですね。はい 焼きカレーパンもこの甘麹食パンもとっても美味しかったですこれからも美味しいだけじゃなくて栄養満点のパンたくさん作ってくださいはい、ありがとうございました、はい、こちらこそありがとうございました甘麹食パンは毎日開店時間の9時に焼き上がっています栄養満点のこだわりパン気になる方はぜひさあ夏バテに勝つには適度な運動も大事ですよね 続いてご紹介するのは無理せず自分のペースで体を動かせるスポットをご紹介します。やってきたのは元町中華街駅から徒歩2分のヨガスタジオ元町ヨガ2016ベーシックヨガやマタニティヨガなどさまざまなプログラムからライフスタイルに合わせて受講できます。レッスン講師は、 横浜を中心に3つのヨガスタジオとオーガニックカフェを運営しインストラクターとしても活躍する奥村麻里先生。 今日はどんなクラスなんですか？はい、今日はですね、どんな方でもできるヨガっていうクラスなんですけど、例えば初めての方でもご病気があったりとかご高齢の方とかあとマタニティさんとかはい、どんな方でも一緒にできますよというヨガをご紹介できたらと思ってます。私も初心者なんですけれどもはい、大丈夫ですかね？もちろんです。はい、はい、では皆さん今日はよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。お願いします。 早速、マリ先生指導の元レッスンスタートです。では、顎を軽く手前に引いて、まぶたがゆっくりと下に降りていきます。吐く息はゆったりと心地よく、最後、下腹のベルトがぎゅっと引き締まる感覚で、お腹を引き締めて息を吐いてみてください。ゆっくり空に向けて、指先が一ミリごとに重なって合掌が生まれます。 次の吐く息で合掌の手がゆっくり胸の真ん中まで降りてきます誰もが無理のないようゆっくりと丁寧にマリ先生のレッスンが進みます足の裏側ももの裏側が伸びてめぐりが生まれます吸いながらゆっくりと起こしてきて吐き出して両手斜め前よいしょ 伸びる方。これは下腹が強くなります。下腹部がぐっと強いと。やる気、活力、生命力を高める場所です。うん、初体験のヨガを堪能する佐藤さん。あっという間にレッスン終了です。ありがとうございました。こちらこそ、どうもありがとうございました。いや、なんか体もじんわり温かくなって、体だけじゃなくて、こう。 心もほぐれた感じがします、まあ、ほぐれました、はい、よかったですありがとうございましたいヨガの普通の運動との違いっていうのは筋トレ効果とかストレッチの効果も入っているんですがそこにプラスアルファこう自己回復するっていうところが大きく違いがあるのでもう夏バテにはぴったりだなと思いますお疲れ様でした,でした今日初めてヨガそうです、はい、全く初めてです はい本当に初めてだったんですね。はい、すいかがでしたか。いや心がともうほぐらされて血流も良くなったって感じですね。そうですか、はい、やる前とやった後と全然違いますね。うん、気持ちこう晴れる感じです。抱えてる課題とかなんかあったんですか。はい、でも体を全然もう使え右側も腎臓が使えないんです。は<っ>今は管が入っています。えー はいやりたいり、うん、楽しいですよ皆さんこんな綺麗な人たちばっかりの中で <laughs> それで嬉しいです <laughs>、ね、いやお母さんのいやもう何でもですよ <laughs> 高齢者講義高齢者ですからこれからも健康のためにも続けていかれる <laughs> そうね息き,きとね行きたいですねお疲れ様でしたであの先生にボクシングをやられてるって聞いたんですけどヨガはよくやられてるんですか、はい、まああの家で 軽くやるぐらいなんですけどボクシングにヨガってやってると何かこういい効果とかってあるんですかそうです僕がやった感じではやっぱりストレッチよりはあの無理しなくっていうところですごいなんか自分でもほぐれたなっていうのもありますし、まあ、あとはあのリラックスがすごいできてちなみにボクシングってプロでやられてたりするんはい今はプロであのやってますええちなみに成績とかは 成績は今あの日本チャンピオンなんですけど、えー、日本チャンピオンさらっと言いましたけど生徒さんにそんなすごい方がいらっしゃるんですね <laughs> 実はプロボクサーの竹迫さんなんと第61代日本ミドル級の現役チャンピオンなんです日本チャンピオンもヨガにハマってるそうですね魅力に私もちょっと家でやってみたいなと思いました <laughs> ありがとうございますありがとうございます ヨガを体験して体をほぐした後はスタジオに併設された厳選オーガニック食材を提供する奇跡の食卓へこのレストランは、えー、すべてお野菜はオーガニックのものを使ってまして調味料などもあの添加物を使用しないあのできるだけオーガニックにこだわったもので、えー、作らせていただいてます。 あのいいものを取っていただくことによって、えー、高い相乗効果を、あのー、期待できると思っています。ということでマリ先生一押オオーガニックスープサラダセットをいただきます<ー>うん、うんし体が喜んでますねわかります <laughs>、うん 生の玉ねぎを使ってるんですかうんそうななんでです、ね、す生のね全然くいオストブレンドされてますので、うん、腸内の吸収率さらに高めてくれますし血液をきれいに流してくれる作用がありますね<ー>、うん、こちら奇跡のスープは重ね煮という食材を積み重ね具材から出る水分のみで煮る料理法で作られています食材の味を生かしバランスの取れた優しいお味に 無農薬無肥料玄米ご飯はお茶塩をかけていただきます噛めば噛むほど旨味が増しますね、はい、ここでマリ先生から嬉しいご提案がこちら側から皆様にご飯セットプレゼントできたらと思うんですけれどもいかがでしょうかいいんですか、はい、<laughs> マリ先生からはい私から <laughs> ありがとうございますはい。ぜひねヨガも体験していただいて、うんうん、はい。 その後に美味しい、はい、この食事も始まっていただきたいですね,、はい、ねありがとうございますいまありがとうございましたゆったり自分のペースで体をほぐす元町ヨガ二ゼロ一六の詳しいプログラムはホームページでご確認くださいさあ最後はちょっと贅沢にこちらで絶品グルメをいただきましょう最後にやってきたのは 関駅近くの大和ロイネットホテル横浜公園ラグジュアリーな雰囲気を味わえると観光客にも人気のホテルの2階にあるアクイラ・ウォランス大人の雰囲気漂う西洋料理店ですこちらでいただける絶品グルメとはお待たせいたしました、はい、うわ はいええうわー <laughs> すごい湯気がちょっと私見えなくないですかこんなにぐつぐつするんですねちょっと蓋をしますねもう一瞬いい香りがいい香りがバーっーあこれ今どういう状況ですか、はい、あと四分半ぐらいの時間かけて美味しいスープで魚介を蒸し焼きにしていくええあ。 じゃ、それを、まさに、今、目の前でやってくださったんですね。すすはい。すごいどうですか。い <laughs> い,い香りが。<laughs> そうですよね。もう、もう、もう、なんか元気になりますね。<laughs> すこの香りで。こちらのアクアファッッサ、はい、新名物と伺ったんですが。うすどうして、この石焼きで。きっかけは、あのシェフが行った温泉宿で食べた一つの料理だったんですよ。<laughs> あの土鍋の中に、小さな石を敷き詰めて。<laughs> 上に野菜とかお魚を少し入れてあと魚のスープを加えて一気にこう沸騰した鍋に蓋をして蒸し焼きにする料理を食べてとても感動しましたっていう話がちょうどあって、えー、もうそれだとでもうアクアパッツァとそれを混ぜる、はい、その時にパンとひらめいて、えー、作るぞとって一気に仕上げていきましたちょっと食欲ないんだよねっていう人でもこれを隣のテーブルで見たらあれ何 <laughs> って皆さん言ってくださるんで夏バテの時期とかでも食べたいと思うような料理になってるんじゃないかなといやもう本当に一押しのひと品なわけですね,、うんはい、ですね蓋をしてから待つこと5分わあわあまたすごく濃縮されたい香りですね仕上げにこちらの岩塩を これでで完成です完成すごい種類も具材が豊富ですねそうですねあのたくさん入ってますので、うん、いやもうハマグリ大きいですねそうなんですねこのハマグリは湘南でとれた地物のハマグリをいつも使うようにしてますエビはニューカレドニアの天使のエビっていう、えー、殻ごと食べれるようなエビで、えー、トマトも地元横浜のトマトが入っていてイタリアのオリーブとチリのムール貝と<ー>はい ハマグリから、はい、ぜひいただこうかな。食べてみてください。いただきます。いろんなおいしいエキスが出てきてるんですよね。この体中に海の恵みがこう,う染み渡ってきる。本当ですね。石焼きだからちょっと熱々熱々と、うん、あの石の香りしませんか。 焼けた石の香りっていうのがワイルドサオ料理の肉を加えていてなるほど、はい、さらに残ったスープと具材を使い締めのパスタもいただけちゃうんですどうぞ締めのパスタおい <laughs> しそういただきますしっかりとこのパスタにスープが絡んでますしはい ちょっとまた味が変わっていると思うんですか。はい、通常のパスタ人のベースに使うには少し味が濃すぎるのでレモンとかを加えてうまくバランスを取るようにしています。わあちゃんと締めっていうことも考えられてるんですね。すねはい、夏のちょっと食欲が落ちる時期にこれ食べていただきたいですね。はい、す食欲がない時にさっぱりとしたものなんか食べなくていいんです。もう無理やりでも美味しいものを食べてもらいたいと思う。 ぜひあの、湯気でテンションを上げて、はい。そうですね。はい、<laughs> いすはい。ありがとうございます。ありがとうございます。アトラクションのような絶品グルメ。目も舌も大満足できるほど間違いなしです。こだわりの食材を贅沢に味わえる。アクイラオランス新名物、石焼アクアパッツァ。この機会にぜひどうぞ。 いつも番組へのご意見ご感想ありがとうございます。広北区の坂さんより先日の東京2020まであと1年、浜のパラアスリートの会をご覧いただきお便りをいただきました。東京2020に関してはチケットも申し込まず、どちらかというと消極的でしたが、番組を拝見して少し考えが変わりました。 もし機会があれば番組で紹介されたブラインドサッカーや車椅子ラグビーを実際に自分の目で見てみたくなりましたそれから何と言っても今回はゆうすけくんが主役でしたゆうすけくん頑張れとご感想をいただきましたありがとうございますいや本当に想像以上に車椅子ラグビー激しかったですよねゆうすけくんの一生懸命な姿も印象的でした私も応援しています このようにお便りをご紹介させていただいた方には番組特製のクリアファイルをプレゼントいたしますこんな企画をしてほしいといった番組へのメッセージもお待ちしてていますさて今回は残暑が厳しいこの時期夏バテに勝つグルメやスポットをご紹介してきましたがいかかがでしたかまず麦こがしの水ようかに始まり素材にこだわったパンそして体に優しい料理。 無理なくできるヨガでは、心も体もすっきりとしました。目にも嬉しいアクアパッツァ。ぜひ皆さんにも、あの驚きを体感していただきたいなと思います。適度な運動と、横浜の美味しいグルメで栄養を取って。残りの暑さも、元気に乗り切りましょう。